稲橋八幡神社は、愛知県豊田市稲部町にある神社。旧社格は豪社。正確な創建年は定かでないが、聖は天皇の御代に、宇佐八万宮から分霊されて創立したとの伝承がある。安山の神として知られ、周辺地域では、小安八幡という俗称がある。品濃国や美野国など遠方からの参拝者もあり、参拝者は、竹製の被釈を持参する習わしがあった。 法歴11年の宇じこ数は47個、完成元年の宇じこ数は45個、天保13年の宇じこ数は43個だった。1876年8月16日には、暁星風校が一円寺の境内から、八幡神社の境内にあった建物に移転した。1877年には、暁星風校から第86番東京学校に改称している。 稲橋学校は1902年2月まで稲橋、八幡神社の境内にあった。赤月風校や稲橋学校は、豊田市立稲武小学校の前身となった学校である。境内には、日清戦争巡国者の記念碑日露戦争巡国者の記念碑がある。1872年3月には、近代社格制度における尊者に列せられ、1879年には、 合社に列せられた。1907年4月15日には、下中島の損社である、新名社を合資した。1868年のうじこ数は45個、1912年のうじこ数は70個、1940年のうじこ数は138個、1984年のうじこ数は146個だった。ありがとうございます。